前髪が終わってる。この毛何斜めなんだけど。コサちゃんが来てくれない。ちょリップの、なんかまあ最近の前髪、私なんか本当に唇に色がない人なんだな。ほら、しかもなんか 鼻じゃない、ここの口の周りが今赤いんで、乾燥しちゃって恥ずかしい。ねえ、太郎、おいでこっち。お水、お水よ。お水、お水。ほら、お水、お水。お水です。もうお水作戦は何回も利用してきたの、ちょっとさすがにね、一回買ってくれないから下に置いとこう。お水量子たちゃん、たん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 、こんばんは。太郎、うん、もう無理無理無理。こんばんは。冷たい私に悲しい。てかさ、今日ね、もうおはようね、おはようの投稿ね、今週からまた頑張ろうと思ったら、私ってあの週始めとか月始めとかしか頑張れない人だから、なんかおはようね、今日から頑張ろうって思ってたの、今週から頑張ろうって。なのにさ、普通に投稿するの忘れちゃっててさ、下書きも作ってたのよ昨日で、グッチになんか絵文字つけるなら何がいいかなみたいな、この写真にで、わざわざ聞いて、おしおし、これがいいんじゃないって、あ、なるほどねって。だからじゃあ今日は明日これで行こうと思って下書きも作って寝てたのに、もうやだ、明日から頑張ろう。明日から頑張ろう。そう、頑張れない人なんだよね。もう私ね、週始めじゃないとね、頑張れない人なの本当に。しかも前髪がすごく斜めってるし、2月から頑張るはダメ。今日から頑張りたかったのにね。お休みでもさ、お休みってさ、あれなのかな、なんかおはようの方がさいい気がするんだよね。私的に、私ね、9時までしかさできないから、ツイッターからさ10時とかじゃん、に言いたいじゃん、お休みって言うなら9時は早いなっていう。
ね、前髪斜め、こうやって固めたら余計斜め。コタロー、コタちゃん、はい、コタちゃん、いいで、私が悪いんですけど、私が悪いんですけど、悲しいよ。でもお母さんに、私は都合がいい時しか答えように何もしないからだよと。みんなコタロが見たいって、コタロが見たくてこの配信来たって言ってるよ。それはそうって、コタロコメント読んでって。でも部屋にいてくれるか分からないけど、それはね、私が無理やり連れてきました、お部屋に。コタロがいないと頑張れないから、お部屋に私が連れてきました。お母さんも協力的だったので、お母さんにも連れてきてもらいました。私の足を狙っていくんだよね。あー、やめてやめてやめて、痛い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 。もう嫌になっちゃう、嫌になっちゃうよ。ふんとかいらしたし、もうふんって、コタロが怒って疲れ、怒り疲れた時にふんって言う。でもね、マジね、子供の時のコタロ、本当に、まあ、今も子供だけど、赤ちゃんの時はね、本当にしょうがない。もうね、私、夜寝てる時に足噛んでくんの、わざわざ寝室に来て。一緒に寝てくれるならさ、可愛いもんだけどさ、足を噛むはさ、次元が違うからさ、シャアはしない。シャアされたことない、コタロに、実は。実はコタロ、お、なんかコタロもさ、もうこの部屋から出られないってさ、分かってるからさ、この部屋で どう有意義に過ごそうかを考え出した。ほら、来てくれたじゃん、コタロー。もう出られ、諦めて、この部屋で有意義に過ごすことを、過ごす方法を考えてる。
こたちゃん、その上ならいいよ。まあ可愛いでしょ、もううちのくったくんは。なんかさ、なんか推し補正っていうか飼い猫補正みたいなさ入ってんのかなって。私はもうなんかここのね、なんて言うんだろう、やっぱりペットショップとかで売られてる子はもう当たり前に可愛いわ。もうそういう猫の種類のだからね。でもなんか小太郎はまあ言っちゃえば野良猫ちゃんなので、でもその中でも可愛い小太郎は、そのって思っちゃう。入ってるのかなこれ、小太郎なんか推し補正みたいな推し補正みたいな入っちゃってるのかな。私の飼い主補正、飼い猫補正。でも本当に可愛かったんだから、あの頃のコタロなんて。今じゃちょっと険しい顔してるちょっといつも険しい顔してる。だからでもそうって暖かいからね、ここ暖かいのね。コタロさん、うん、こうやって配信できるだけで幸せ。コタロに触れながら配信ね。コタロに触れようとするとさ、コタロがこう、私はこういくから、コタロが、コタロくん大きかったね。でしょ、ペロペロされてる。藤子寝るときもコタロと一緒、一緒がいいけど一緒にしてくれないの。なんかあれが始まる、コタロの深夜テンションが始まる。うちの猫は結構強めにワシワシ触れるのが好きです。うちの猫は触れるの苦手。でも眠たい時はね、抱っこさせてくれるの、コタロ。眠たい時は多分そう、気力がなくてだから嬉しいけど、普通に睡眠の邪魔だよね。ごめんね、コタロ、可愛がってあげてるけどうるさいのかもね。可愛がってる今めっちゃ。あともう一匹飼ってみたいんだよね、猫ちゃん。もう一匹、あともう一匹、コタロがお兄ちゃんしてるところを見たいので。女の子が可愛いなって思うんだけど、うん、でもね、男の子の方がまあいいのかなとかも。コタロが成人してくるもん。あんなね、もうあんなのね言ってくれないから。保護猫ちゃんで兄弟がいた時は人に関心なかったのに、里、ああね、子供はね、どうなんだろう。確かに、うん、いいな。それ甘えてくないんだけども、甘えてほしいけどね、甘えてこないもん。まあ寂しくなっちゃったんだろうね。猫タワーあるよ、キャットタワー、めっちゃでっかいのがあります。ちょっと前にずらしたらこれかな。ふふふふ、おーし、噛まれそうで怖い。もう可愛いのよ、ね、ほら噛んできそうじゃん今にも。ちょっと怖い爪をね出して怖いから。可愛い
ピネでいいじゃん。まあね、でも嬉しいよ、コタロウのそんな姿見れた時ね。弟欲しいですか？弟か妹欲しいですか？欲しいですよね。コタロウ念願だよ、ずっと言ってたんだもんね、弟か妹欲しいなって。私は聞き取っていたよ、その言葉を。コタロウのにゃーしか泣かないけど、コタロウにゃーしか泣かないけど、私はね、その中でもその何のにゃーかをずっと私は感じ取っていたからね。ね、欲しいやろ、ほら欲しいでしょ。コタロウ君も高いところって好き？高いところどうなんだろうね。でもね、コタロウキャットタワーは一番上にいる、いつも。会社の先輩、保護猫を兄弟2匹を引き取ってくれたけど、気がするレベルで気がするレベルないかな。喧嘩？喧嘩するらしいです。喧嘩かな。あーかわいい。チュン。こ、弟お子ちゃん名前たら嫉妬するね。でもね、もう小太郎が甘えないから悪いんですよ。これずっと触りながら安心しよう。なんかでも分かんない、もしかしたら小太郎の弟は小太郎にいなくてすっごくあの甘えてくれる可愛い子かもしれないから。だってさ、普通に小太郎って全然甘えないの。レアちゃんの猫ちゃんなんてすごかったんだから、本当にあんなに甘えてさ、レアちゃんに。だから痛い痛い痛い、見返りを求めちゃいけないんだよね。あ、小猿今悪いことしない方がいいぞ。証拠いいぞ、証拠いいぞ。これが甘がさせない方がいいぞ。ほら、あんまり。そう、ジジとバロン、てかさ、ファミマのさフラッペあるの知ってるでしょ、みんな。ファミマにフラッペあるの。そう、ファミマにフラッペがあるんだけどね、フラッペっていうなんかちょっとスタバっぽいもんなんだけど、あれがね、なんかないっていうか、私ずっといちごフラッペが好きで飲んでたんだけど、いちごフラッペ普通に。そう、なんかめっちゃペロペロってペロペロって舐めてくれる小太郎が私のこと嬉しいな。舐めてくれるの本当はあんまり嫌だけどそう、フラッペ、なんかスタバみたいな飲み物があって、それがね、めっちゃ好きで、めっちゃ飲んでたの私。夏とかさ、やっぱ飲みたくなるじゃん、なんかそういう冷たい系、冷たくて甘いものが。からね、飲んでたんだけどね、最近ね、なんか全然見ないっていうか、なんかカフェオレのフラッペしか見なくなっちゃって、そのファミマね。そう、なんか、ね、前まではイチゴもあったし、普通のカフェラテもあったし、なんか、まあ、いろんな種類があったんだけど、そう、最近ね、イチゴフラッペがなくなっちゃって、で調べたのね、
なんかそのたまたまその行く店舗だけがないのかなとか思ったから調べてはみたんだけどね、なんかもうそもそも売ってないらしくて、フラッペが1種類しか、しかもカフェオレなんかわかんないけどコーヒー系のやつだったことは確か。だからそれだったらあんま飲めないから、そういちごがなくなっちゃってて、そう調べたらホームページからも消えてたし、そう悲しくて、だからそうだから私はスタバに行きます。夏は、夏になったら復活とかワンチャンないのかな。でも前はいろんな種類のフラッペがあったからね、桃とかもあったじゃん、いちごだけじゃなくて桃とかもあったし、いろんな種類があって本当にそう良かったのに、夏とかに新商品良くないよ、だっていつもあったのに。でもまあ出てくれたら嬉しいけどね、なんか作るのも楽しいと思っちゃう私。ああいうたまにあれって、たまに昔あったやつ新商品見て、そうなんだ。でフラペも出てくるかな、それぼっち楽しみだ夏が。これさ私15分なった、これ全然なってないよねまだ、なったっけ。まあいいや、今日はちょっと長めにしてもいいかなとか思ってる日なんで。そう私ね最近ね悩みがあって、なんか私ねいちごミルクがすっごい好きで、いちごミルクがなんかスムージーとかじゃなくて、もう単純にいちご系の飲み物でも、いちごオレは違うの、そうなんかいちごなんかもうヨーグルトとかじゃない、もう本当にサラサラのもういちごのやつ、なんか本当にお茶みたいな感じでサラサラなやつ、なんかいちごミルクとかいちごヨーグルトみたいな感じじゃなくて、本当にもうサラサラなやつが飲みたくて、なんか本当にサラサラなやつ牛乳でだろう、なんかなんだろうな、なんかいちごのヨーグルトとかじゃないし、いちごのオレでもないし、いちごミルクも本当になんか牛乳にいちごのエキス足しましたぐらいね。それがね最近ねなんかもう探し求めてるんだけど、やっぱなくて、でもなんかタピオカ屋さんにいちごのいちごミルクタピオカがあって、それ飲んでたんだけど、なんか最初はもうなかった、なんか最近薄くなったなと思って、なんかそう薄くなってきて、なんかそのねだからってなんか私は どこで飲めばいいのとか思ってたのけどさ、だからけど私のおしどりんくってさもうさサラサラじゃん、なんかおしどりんくってさただのジュースっていうか、だからさってなるとどこで飲めばいいんだってなると、私のおしどりんくが
なんか一番私の理想な気がして、まあそれいちごとバナナ入ってるけど、バナナ入っちゃってるけど、でもあんまバナナの味しないから言うて、そうだからもう、もうこれはあのなんだ、私自分のお城に公園前作ってもらって飲むしかないんじゃないかって思って、そう最近で、私がいつも頼む時は氷2つでってかなしでって、なんか氷がたくさん入ってるとなんかあれだったんだよね、私的にはなんかやっぱ公演終わりとか飲めないから薄まっちゃって、ってなると1個か2個か0個が一番いい感じ、そう薄まっちゃうの氷はあると。薄まっちゃうし、なんか氷があるとさ、なんか最後ちょっと飲めないなみたいなあるじゃん、それが嫌でそう氷はね、そうなんかおしどりんごめっちゃ作ってもらおうかなと思って、悲しい、だからさ、でもなんかね、作ってもらうの申し訳ないなと思っちゃうけど、だから誰かが頼んでたらそれに便乗して、あ私も飲みたいなって言って、でもなんかいこなちゃんがねちょくちょくね、なんか私のシドリンク飲んでくれるの、そういちご、やばい、コタロウのここプニ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 、なんやかんやこの部屋にいてくれます、コウタロウはね、いちごミルクが一番美味しいんだから、本当に私のおしろいくが一番美味しいんだから、諦めたかった、多分そうだね多分そうだね、じゃあ来月飲まって、絶対に1回は来月中に1回は飲んでみてください、あ絶対美味しいんで、絶対美味しいんだ私のおしどりんくは、公演前と公演より毎回飲んでるって、公園終わりも飲めるんだね、そうよく混ぜてね、こうやってなんかメンバーはもう蓋付きのままじゃもう混ざんないか、蓋を開けてこうやって回してから蓋をつける、公園終わり大丈夫です、あの見たいよね、なんかさ公園終わりってさ普通にさ帰りながら飲みたくない、だってさうちらがさ公園終わってさあスタバ行くかって言って帰りながらスタバを飲むのと同じでさ、ファンの人もさ
あ、喉乾いた、疲れた、今日も疲れた、よし、おしどり飲むかって。神コースターの頃、え、前って神コースターだったっけ。やっぱりキーホルダーになったよね、途中で。だってね、コースターね、あるかな、この部屋。多分あと何個か。コースターは持って帰ってますので、ちゃんと私も。お、私にもあと何やかんやって。あれ、意外とない。あれは1つしかない、なんでだ。もっとあるのに。もっとあるはず。でもない。じゃーん。私のコースター。ちょっと全部持ってます。探す。ないやつだ。ないだけで。今はないだけで、もう全部持ってます。動いてくれるの、アクリルで。あ、画面が映った。もう第10弾って。あ、DMM の年賀状届きましたって。書きましたよ、DMM 年賀状。年賀状書きましたが。紙書きました、大切に。年賀状、年賀状。多分一人一枚だよね。各メンバー一人ずつ。うん、みんなね、一人一枚書いてた。なんかハウステンボスのリハの時にみんなで書いた。わあ。うん、二人の子プニプニ。お、プニプニ。ふふ。クタ君は可愛いです。太郎のぬくもり感じる。かわいい子だろうが。あ、そういえばオンライン司会とあれが始まってるらしいです。なんだっけ、オンライン司会と会場でおしゃべりが始まってるっぽいですよ。そうで、2月が最終だって、オンラインが。うん、
3月が福岡で4月が東京。東京に行きます。東京に行ったらさ、なんかね結構東京で行くみたいな。何言ってくる。でもね、あのオンラインもだけど、まあ現地の方がね、現地の方でたくさんお話ししたいなっていう気持ちがありますね。現地会場でおしゃべり会の方に来てくれると、まあなんか住んでる場所があれとかだからあんまり無理なのかな。方はその現地の方に、まあ、なるべく来てほしいなって。でも3部あるから3月4月は結構厳しいんだよね。そう、もう3部あって、やっぱ現地、どっちに来るの、どっちに来ます、皆さん来るなら、行くならどっち、みんな今現在あるやつとか。現地？3月13日と14日来ますって、嬉しい、ありがとうございます。そう、なんかオンラインもいいけど現地の方をね完売させたいから、で、そ4月はミナと高校生なので制服しますね。そう4月は、3月どうしようかなって、なんかちょっとコスプレ的なのやっぱしたいけど、制服するけど3月はどうしようかな。まあ、まずは3月からね。ね、3月、4月、でも3月の受付も3月入ったらソロボチ来ちゃうと思うから。なんか3月4月だから1日ずつあるでしょ、土日で。1日一部、完売できたらいいなってところではあるけど、でも、でもそのね、ちょっと頑張ろう、私も頑張ろう。
でもね、12月来てくださった方が来てくれるかわかんないから。なんかないかな。オンラインも来てほしい気持ちもあるけど、まあ現地の方が。3月30日って3月30日って何？お話？体現地に。なんかさ、3月ってさ、オンラインもあるよね、普通に。分かんなくなっちゃう。でもさ、中学生？あ、そう、前、だって高校生前無理だったから、それがね、今の中学生には早まったから。役職会とか、私ね、そう、ちょっと話がね、脱線してしまうけど、あ、3月オンラインないんだ、4月かオンラインやるの。話が脱線してしまうんだけどさ、あの、私もし握手会が始まったら、なんかヒーロー握手会ね、この握手会始まったら、なんかヒーローの握手会に行ってほしくて、え、もしかしたらそんな気持ち悪いことする人いないよって言うかもしれないけど、ヒーローの手ってめっちゃムチムチなのね。気持ちいいよ、触ってて。ヒーローの手ってこうやって触っててめっちゃ気持ちいいから、そう、気持ちいいの。うん、プニプニムチムチしてて、プニプニで気持ちいいから、もし握手会、そう、ヒーロー、北川ヒーローですが、はじ、あの、もし始まったら一回だけ行ってみてほしい。あの、一回だけ本当に気持ちいいから、これがみたいな、これがってなるから、絶対マジ行ってみてほしい。でもさ、次のさ、シングルぐらいまでは復活したりするのかな、次のシングルで。不条理を勧めされていました。そう、 1枚分だけでいいから1回行ってみてほしい。ヒールのもちもちの手を触りに1回ね。ヒミは手足がって言ってた。え、書くのかな、手汗、どうなの、握手しすぎてさ、手汗かいたりするのかな、恥ずかしくない？あ、触った時に、めっちゃくさ、触った時にさ、なんかそれをさ、私めっちゃ汗出るんですよね、みたいな。普通じゃなくてさ、そういうのをさ、秘密にしといたらさ、で、急にさ、握手会始まるよって言ってさ、あ、なんか手汗が、え、手汗？でもさ、え、手汗ってさ、嫌なのかな、どう、みんな。ヒーはびっくりしない、先に作って言ってたよ。え、じゃあ今度確認しとこっかな。レアちゃん、レアちゃんって言って、あの、手スポンって触って汗かいてるか。推しだといいんじゃないって。なんちゅうか、またものまねしたら、誰のものをね、今日ここ店だもんね。はんちゃん、あ、はなさんのものまねか、生誕祭だから今日。そう、ということなので、ぜひ皆さん来てください、お話し会、会場ね、会場のお話し会。
て、来てください。3月4月は特に。来てくれたらもう大喜び。それに見合うおしゃべり会をするようにできるように私も頑張ります。帽子かっこいいで落ちてたから。ちょっと宣伝が余ります。私も少しでも多く お話しに行くので、お話ししに行くので仲良くしてくださいってお話ししに行きます。なんか一回行ってみたいな私も。握手会なんかさ、行ってみたら分かることもあると思うんだよね、きっと。なんかあんまそういうの体験したことがないからさ、ね、一回ね行ってみたい。私のゆみさんがめっちゃ好きなんで、一回行って何回か通ってみて、いろんな人の、いろんな方の、のゆみさん全制覇して、一回ね。でなんか行けなかった時がショックなんだよね。券をさ欲しちゃうのがさ、なんか1枚1000円だとしてもね。でも喋り会の練習っていうか勉強私もしときます、ちゃんと。なんか YouTube とか載ってるじゃんお話し会の様子をみたいな。そう、やっぱね、貴重な一枚なので。のゆみ大好き。最近なんかあんま終えてない、私コタロー、いつまで寝てんの？今何時だ？16時半、まだ1時間ぐらいしたいな今日。
8時、8時に終わろう。今日はおとなしいって寝てるから。今日の夜ご飯はお噂によると肉じゃがって聞いたので、なんかさ最近ね思うのがさ、なんかね私カラコンしてみたいと思っちゃうんだよね最近。なんか公演の時はできないけど、なんかカラコンしてみたいなって思ってさ、そうカラコン目のコンタクト、なんか黒目が大きいとやっぱり可愛くなれるんです。まずここはそう、あの普段の公演の時できないんだけど、お出かけの時とかなんかね、私がこの前ココペと遊んだ時に、なんか私目黒目ちっちゃくないみたいな感じになったんです、自分で鏡見た時に。そうなんか自分黒目ちっちゃいんじゃないかと思って、なんかたまになんかたまにね思うのが、あたまに思うのがなんかあれなんよ、この結構頑張ってメイクした時っていうか、なんかわかるかな、このねめっちゃ薄いメイクとかだとあれなんだけど、例えばなんか涙袋がっつり描いた時とか、まつげをがっつり上げて、ちょっと今日は目を大きくさせるメイクがいいなみたいなあるじゃん、今日はちょっとデカめメイクみたいなしたい時があるんだけど、それにしたらいつもなんか自分黒目ちっちゃくねってなったので、この前ココッペと遊び行った時に、なんか遊び行った時もなんか黒目ちっちゃくねって思ったの、写真見たらね、撮ってもらった写真見るとなんか自分黒目ちっちゃくねってなって、でも私黒目カラコンとかつけたことなくて、だからなんかみんながカラコンの話してても、何のこと言ってるか分かんないの、なんかだからそうでもしてみたい、でもココッペに行ってみたのね、カラコンしてみたいんだよねって、その遊びた時に、え私の使うみたいな言われたけど、言ってもらったんだけど、なんか怖くてその時はできなくて、そうなんか私目黒目ちっちゃいからカラコンしてみたいって最近めっちゃ思う。そうだからそのココッペとなんかね、加工でね、なんだこの匂い、なんかカブトムシの土の匂いする。そうカラコンを、あ、じゃあこの加工でやっぱね目を大きくする加工、目じゃなくてこの黒目をね大きくする加工があるんだけど、それを一回ゼロマイナスとマイナス 100% とあのプラス 100%?で比べたりするけど、やっぱ 100% なんかマイナス 100% だともうめっちゃちっちゃいからね、こんくらいちっちゃいから、なんかやっぱあれでも 100% にしたらやっぱり黒目がでかくて可愛いなって、なんか目が大きく見えるし、なんか目がキュルンキュルンになって見えて可愛いなと思ったからね、カラコンしてみたい最近は、そう思う日々。いつかね、いつか。カラコンしたら世界変わるかな。認可とかはね、私ね絶対カラコンした方がいいでしょうとか思っちゃうんだよね。なんか認可は目が大きいから、カラコンしてもらった、だからこの前遊んだ時この前遊んだんだけどね、
人かと。その時はカラコンしてもらったよ。そうカラコン、なんかね最近の悩みはこの生写真、このねなんか私ってどんな顔してるのかな。なんか最近さ、なんかねこういうの一回気になりだすと私止まらないんだ。なんか化粧してこれじゃん、こっちはね薄いの顔が一緒だから、なんとなくなんかあんまり濃すぎたらなんか言われそうかなと思って、なんかね目がちっちゃいのかな。ここ涙袋もうちょっと濃く描いたら分かるのかな。なんか肌加工されてるからかな、なんか涙袋なくない、あんまりね涙袋がないから、でもまあ写真はね加工から肌補正してもらってるから、なんか生写真ないかな、ちょっとなんかさ自分もうちょっと漏らしたいんだよね、撮影のノリノリにしたい。いいかな、昔の生写真がいっぱいあるんだけど、なんかないかな。なんかね、生写真盛れないんだよね、もっとね盛らしたいけどどこにもないし、もう生写真なんかさ中安面が広いとかさよく言うじゃん。私って広いのかな、ここの幅。うん、目をもっと大きくしてみたい。こうやって。なんだろうな、中であるかな、もっと漏らしたい。 なんかさやっぱでもね元のさその人のさ雰囲気があるからね、それはね。あれなんだけどやっぱ DMM とかかな、どうしたらいいのだろう。涙袋もなんか自分の顔さ最近さどうしたらいいの、なんかメイクを研究したくなってきた。涙袋をもっとがっつり描けばいいのか、涙袋狭いのかな、結構がっつり描いてるつもりだったんだけどな、やっぱ消えちゃうかな、 こんぐらい涙袋こんぐらいにして、そしたらここの目の幅広がるよね。もうこんなに描けないんだよな、これ涙、目袋だし。うんうんうん、でも目が離れてるのが気になる、私的には。
もう目がもうちょっとキューって昆布ね、これ近すぎ、こんぐらいかな、なんてこれ飛ぶし、こんぐらい、こんぐらい、でもね、なんかお披露目の時はなんかお披露目の時のなんかあれで、そのねねさんの妹に似てるみたいな、ねねさんの妹って、まあ、今はね多分あんま似てないかもしれないけど、私の初期ねねさんの妹ってああいう顔なんだみたいな、そう、そう、ねねさんのなんかさ似てなくな、似てないのかな、あんまり、と似てるって言われたんだよね、終わろっかな今日、終わろ、13位カベチョロさんありがとうございます、12位マー君さんありがとうございます、11位デッカのリョウさんありがとうございます、10位カンさんありがとうございます、9位ただの魚さんありがとうございます、8位ダイさんありがとうございます、7位ステックさんありがとうございます、6位もぎたてりんごさんありがとう、ちょっと消えてしまいました、4位ヤスさんありがとうございます、3位ウッチーさんありがとうございます、2位コンスラさんありがとうございます、1位ハッピーさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました。さよなら。